セニアドイブリチチは、ボスニア・ヘルツェゴビナのサッカー選手、NK ドムジャレ所属。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表に選出されているが、クロアチア国籍も保持している。ポジションは主に MF だが、GK を除く、全ポジションに対応する究極のユーティリティープレイヤーで、ある。幼少期に母国が、戦火に見舞われたため、クロアチアで過ごした時期があった。戦後ボスニアに戻り、 ボスニア・ヘルテゴビナ連邦一部リーグの NK、ポドグルメチ・サンスキ・モストでキャリアをスタートさせた。ボスニアで1シーズンを過ごした後に、クロアチアリーグの NK ザングレブ移籍。2007から08シーズンに12ゴールを挙げる、活躍を見せ、シーズン終了後に180万ユーロの移籍金で、HNK ハイデュク・スプリットに移籍した。ハイデュク移籍後も、攻撃的 MF、 時には FW として活躍を続け、2009年にはクラブと2014年まで契約を延長。遺跡金は600万ユーロに設定された。2010年クロアチアカップ準決勝では、最大のライバルである NK ディナモザグレブを自身の決勝点で退け、決勝も HNK シベニクを相手に2002得点の活躍で優勝に大きく貢献し、 自身初のタイトルを獲得した。2009から10シーズンはリーグ2位となる17得点の活躍でスポルツケノボスティス選出のクロアチア最優秀選手賞を受賞した。2010年8月にはトルコのガラタサライから650万ユーロの移籍金で獲得のオファーがあったがハイデュクは1000万ユーロを要求し破断に終わった。2011年1月13日 イブリチッチは、ロシアプレミアリーグの FC ロコモティフモスクワと契約を結んだ。契約期間は3年半。移籍金は500万ユーロで、ハイデュクには、彼が次回移籍した際、その移籍金の20%が支払われる。しかしロコモティフモスクワでは、レギュラー定着には至らず、以降はトルコでプレーしている。代表では、 ミロスラブ・ブラジェビッチが監督に就任した2008年からレギュラーに定着。2010FIFA ワールドカップ予選では10試合に出場し、ズベズダン・ミシモビッチ不在時は背番号10を背負った。2014年7月21日代表を引退した。2011年1月15日現在。ありがとうございます。